はい、こんにちは、ニアでーす。ってことでね、ラジオアイリンの港区が4次元周回編成紹介していこうと思います。じゃあ早速ね、編成見ていきましょう。まずね、主人公のラジオの説明からするんだけど、こいつね、ウェハース2個持ってて、列3つ持ってて、で、スキームも2あってね。で、こいつ、このおかげで火力すごい高くて、毎ターンね、86億、裏まで乾燥します。で、ね、スキルが6解除陣で、消せない火力持ってて、倍の覚醒無効、HP 全開からね。この消せない火力のおかげで、ガローとかトリスタンとかと同じような使い方ができます。じゃあ早速ね、編成を見ていこうと思うんだけど、この編成ね、実はね、この前出した裏表共通の稲徳川の編成とアシスト一緒だから、代用とかはね、説明はしません。左見てください。じゃあ編成紹介していくと、徳川にゼウス、で、ラジョワに、レーベン、で、式神にエンメノアで、式神にアボビス、で、学園稲に郷里で、学園稲にエミアです。で、レーベンのスキルレベルはね、14以上でお願いします。あんまり上げすぎると、裏溜まっちゃうので、気をつけてください。で、使い方は、しがみループね。と、いなループで、6解除、回復生成をしていきます。で、一応、まあ、内容説明しないって言ったんだけど、変わってるとこだけちょっと軽く説明すると、まあ、列が10から13になりました。で、あれだね、ラジオの内容は、まあ、ガローとかトリスタンね。で、サブのいな。サブのいなの内容が、紙結びです。紙結びでも大丈夫です。じゃあね、早速ね、立ち回り見ていこうと思います。はい。では、立ち回り見ていきましょう。倍速で見ていきます。はい。まずはね、距離打って、闇目の打って、1コンボしていきます。1コンボ3回したら、アポビス打って、蝶つなげで突破していきます。蝶つなげで突破するから、最初にね、この3コンボの間に闇を2個、盤面に覗きたい。はい。もう2個あるね。で、これで、アポビス打って、で、蝶つなげして倒していきます。はい。で、次の階層ね、次の階層は闇麦、光麦、どっちでも大丈夫で、あれですね、エミア打って、倒していきます。はい。さあ、エメラルドジュエル。はい。でね、稲打ってもう指も返せます。別に指はね、返しても返さなくてもいいんだけど、まあ返せるときは返しとこうかなっていう気持ちで返しました。はい。別にパズル上手い人は別に返さなくていいけどね。はい。まあせっかく打てるので返したって感じね。さあ、じゃあ続いてね、続いては、式神打って、でね、闇消されてしまったので、あれですね、ここゼウスのスキル打って倒していきます。はい。盤面にね、蝶つなげ分あったら、それでいいです。今回は消されちゃったので、あいつが消したので、あいつゼウスのスキル打って倒しました。さあ、じゃあ、ここは、式神打って、で、あとね、レーベン打って倒します。やっぱ、レーベンのスキルがね、スキルと覚醒が優秀だね、これね。もう、レーベン、チーム HP3 つと50パー以下持ってるから、すごいね。すごい安定して倒せるね。はい。さあ、4階層ね。4階層は、ただ、蝶つなぎして倒していきます。はい。式神打って、蝶つなぎして倒していきます。はい。オッケー。さあ、さよならです。さよなら。さあ、続いての階層です。次の階層は、1コンボ3回していきます、ここ。まあ、1コンボ3回していきますね。はい。何でしていくかっていうと、ラジオがね、スキル溜まんないといけないので、一応します。はい。3回はね、ちょっと過剰かもしれないですね。はい。で、蝶つなげして突破していきます。はい。蝶つなげ突破。はいよ。よし。で、次の階層ね。次の階層は、まず1階層はね、整地します。はい。1階層で、しがみ打って整地して、で、次のターンから殴っていきます。はい。これでね、ちょっとルーレットパズルを楽にして、で、こっからはね、回復しながら殴っていきます。でね、この編成は、毎ターンね、回復4つずつ消していきます。はい。4つでちょうどいい感じで回復するって感じの編成ですね。はい。で、殴って、はい、こんな感じね。だいたい全回復するぐらいです。はい。で、式神打って、また四つ消しながら倒していきます。次先生あるのでね、絶対回復しながら倒しましょう。はい。よし、四つ消しして、オッケー。で、突破していきます。はい。で、次の階層ね、次の階層は、どっちにしてもルーレットの位置は変わんなくて、テティス、アストリアどっちも、徳川打って、で、式神打って倒していきます。はい。さあ、突破していきましょう。次もね、先生があるので、しっかり回復していきましょう。ここもね、回復の四つ消しをして、突破していきます。はい、OK。OK です。で、突破していきましょう。はい。さあ、次の階層で、次は月読み、おろち階層ね。月読みだったらワンパンで、おろちだったら、イナループしながら、ツーパンです。で、次はね、先生ないので、回復しなくて大丈夫です。はい。回復する必要はないです。で、おろちの場合は、ここはね、1ターン目はちゃんと回復してください。一発受けなきゃいけないので、おろちの場合は、一回回復してください。はい。でね、結構削りました。危ないね、これちょっとね。発狂危ない。じゃあ、稲打って、しがみ打って突破していきまーす。はい。よし。じゃあ、突破ね。さよなら。はい。よし。オッケー。次です。はい。次の階層、ネフティス、オシリス、あれだね。オシリス、ネフティス、ヌト階層だね。ヌトだったら、エミア打って、ワンパンね。回復必要ない。で、オシリスだったら、回復しながらワンパン。で、ネフティスは、吸収があるから、吸収待ってからワンパンです。で、まあ、ネフティスの場合とオシリスの場合はちゃんと回復してね。次先生あるから。さあ、ブリトラです。ブリトラは、ラジオは打ちます。まあ、インドラもラジオは打つんだけど、で、どっちもね、ワンパンしません。ワンパンせずに、銃消しでね、列なし銃消しで、一旦ね、ジャブります。
一旦ジャブってから倒していきます。ブリトラは倒して、インドラの場合はね、カウントダウンが最後のタイム、カウントダウン残り1で倒してください。はい、よしね、倒すと。はい、 OK です。はい、よし、これで、ね、これでね、ちょっとでもね、あのラジオのスキルターンを貯めていきます。で、次の階層、美術階層ね、美術階層も待ちます。引きが出た場合は簡単にね、3コンボをして待ってください。で、光の場合もね、あのワンパンせずに一旦待ちましょう。はい、一旦ってか待ちましょう。はい、待ってから突破した方が安定ですね。ラジオのスキルを貯めないといけないので。はい、よし、でワンパンします。で、12階層ね、12階層エスカマリね、エスカマリも銃撃でね、耐久していきます。でね、今回の編成だと銃撃がね、ほとんど火力出ないので、あの銃撃で回復しながらジャブっていきます。はい、2ジャブぐらいかな、2、3ジャブ入れてから倒していきます。はい、もう1ジャブぐらいは入るね。はい、でもう1ジャブして、はい、いきます。はい、倒すの自体はね、結構簡単です。火力が出るので、かなり。はい、で、ジャブって、まあ、次行こうかなってくるかな。次行くか、行かないか。多分行くと思うけど、行かないかな。はい。行く、行かないかな。あ、行かん、行く、行かない？どっちなんだい？どっちなんだい？あ、行くね、行くね。やっぱ行くよね。よし。よし。で、こんな感じでね、簡単に組んで、で、突破していきましょう。はい。削り自体はね、ちょっと削ってればワンパンできます。はい、オッケー。次です。次の階層、13階層ね。あ、13階層行く前絶対回復してね。次先生来るので回復してね。はい。ここはね、ガロじゃないや。まあ、ラジオは打たないか。はい。で、大丈夫ですね。こうワンパンしていきましょう。はい。よしよし。はい。はい。よしよし。で、ラジオはもう溜まってるからね。安心して突破していきます。はい。次の階層でラジオが必要なので、ここ突破するときは、絶対ラジオは溜めといてください。もしね、まだラジオが溜まってなかったら、時女神をワンパンせずに銃撃だね。さあ、今回は光消せないだったけど、闇消せないが来る可能性があるので、絶対溜めましょう。で、ラジオは撃って突破していきます。はい。はい、をしっかり回復もして。はい、OK。で、2パンね。ここは2パンです。はい。よし。OK。で、あ、ちなみにね、サブの稲は途中から打ってないです。サブの稲は、まあ、大体エスカマリ階層ぐらいからなるべく打たないようにしてました。はい。裏のね、軽減スキルが欲しいので、で、結構ね、この裏のスキルを貯めようとしてると、回復欠損する可能性があるので、なるべくね、盤面に回復あるときは、稲を打たないっていう立ち回りをすると安定するかなと思います。さあ、じゃあね、全力でぶん殴って半分超えようかなと思います。はい。ちゃ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 。はいよ。よし。でも、がっつり削っていきます。はい。OK。で、削ります。はい。よし。で、回復させて、はいよ。よし。回復させて、で、転がして、ちょっとスキル貯めていきます。はい。で、残り2でね、一応、いきます。はい。で、はい。これ、ゼウス溜まってるから、ゼウス打って、で、しきがみ打って、倒していきます。はい。イナも打ってね。さ、さささ。でね、今回私ね、結構、ナメプバズルしたんだけど、これ分割するべきでした。これは超つなげと、もう一コンボで分割するべきでした。ちょっと残っちゃったんだよね。今回ゼウス溜まってたから、よかったけど、危なかったので、ここはね、全力で殴るべきですね。はい。よし。じゃあ倒していきまーす。はい。でね、もうね、溜まってるね、距離は溜まってるから、何が来ても大丈夫ですね。はい。じゃあ光です。で、まず水から説明すると、水は、あれですね、衝撃は受けれるから、2撃目までに、軽減を打って殴っていきます。で、最後の殴りの時はね、銃撃で耐久するのが、銃撃でジャブってから倒すのがおすすめです。で、木の時は半分時にね、絶対軽減貼ってあるようにしてやるのと、あと半分後にね、6解除来るので、まあ、今どっちかは多分あると思うけど、ループしてるから、まあ、6解除はできるようにしておいてください。で、光ね、光はただ単に殴っていくだけです。ただ殴るだけですね。はい、よし。で、今回ね、半分時にね、軽減を貼ったのは、まあ、軽減は必要だよ。あ、半分時軽減は必要なんだけど、半分後にね、回復の花火してくるんだけど、いつもはね、徳川を打って倒してるんだけど、今回ね、そこまで火力が高くないので、副属性がね、結構入ってるから、不純物の副属性が1個増えてるおかげで、ちょっとね、これ怪しいんです、倒すのが。ちょっと怪しいから、いけるかもしれないけど、私はジャブしました。ここは、徳川を打たずに、しがみ打って、で、銃撃してね、銃撃で12撃になんないように、11コンボして、ちょっと微弱に殴って、で、ここからね、ワンパンしていきます。はい。ワンパンっていくか知らんけど。はい。では、いきます。はい。で、これ打って、徳川も打って、稲も打って、で、倒していきます。はい。はい、よし。はいよ。よーし。はい。ってことでね、参考になったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。特にね、画廊とかトリスター持ってない人はね、ラジオ確保するのいいかなと思いました。ってことで、バイバーイ。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 